こんにちは、ひたちの国不思議探検隊隊長川野勝則です。今日は常陸大宮市北塩郷にある鹿島神社に来ております。ここはこういうところなんですけれど、玉川という、川の丘陵地に、あるんですが、標高は、72メーターですね。周りが低くてこの辺が高くなっているので、もしかしてこちらの田んぼの方まで、水が来てましてですね、ここだけ残ったような形になったのではないかと想像される場所です。茨城県の場合、鹿島神宮という、とてつもない神社があるので、特に常陸大宮市の神社の数は茨城県神社市という、神社の一覧があるんですけど、その中で地域の神社の何割かな、相当半分以上鹿島神社ということになっております。これが拝殿です。拝殿向きの方向はほぼ南160度ぐらいと出ましたので、多少東側に傾いております。神門は左三つ巴、鹿島神宮といえば左三つ巴と、順当な神門を使っております。その下にある彫刻は松の木と、松といえば鶴なんですけど、鶴はね、松の木に止まれませんので、私はコウノトリだと、川の鳥だと思っております。その下には波が渦巻いております。じっくり何度かね来てるんだけど、じっくり見たことがない。その下の、光背っていうのかな、光稜か、光稜の彫刻を見ると、早くても江戸時代後期の作だと思われますが、こちらは、こちらのね彫刻もね、こちら波と鳥と、それから月じゃなくて太陽が彫ってあります。これが変額です。鹿島大明神、島が山鳥になっておりますね。ここのランプがなかなか古い感じでいいですね。お宝ですね。こちらが今西側になります。何か縦かに書いてあるので見てみましょう。あったあった。本日は木神社の御霊祭が厳粛の折に、なんだろう、採用されますことについて、はるかに拝み奉り一言お祝いを申し上げます。これはね、すごい、鹿島神宮宮司の鹿島則義さんという人から、鹿島会の会長、鹿島会っていうのがあるんですね、鹿島神宮の、ここに書いてあるさ、神社北塩郷、鹿島神社旧塩田村鎮座地常陸大宮市北塩郷2218と2219、
宮司は横山幸男さん、ネギが横山のりゆきさん、御祭神神武三日月の狼、境内神社稲荷神社と琴平神社コンピラさんですねがあります。ご神徳、開拓武道、交通安全、安全縁結び、農業の守護神として広く数形を集めており、特に御祭神は武道の神として名高く、武道関係者から高い数形を集めている。ご由緒、延暦17年を古いですよ、虎年創立、延暦10年なんこれはね、なんだろう、羊年、坂の上田村麻呂統制の時、日立鹿島の神に祈願して成敗の退任を果たした。田村麻呂将軍全国中53社を勘定、当初はその一つなり、これは茨城県神社史に載ってますね。この通りのことがかつては、近郷48ヶ村の鎮守であったが、後徳川光圀公の命で東村北四王の鎮守となる。なんたらかんたらですね。さあそれでは後ろに行ってみましょうか。お、何か変わったものがありますかね。なんかこちらはこの境内車はもうなんか埋もれてるって感じですけど、あ、これ本殿なんですけど、地味がね、同じになってますよ。打ち削ぎという形をとってますね。さあ本当の御祭神は誰なのでしょうか。この辺本殿の、これ何造りって言ったかな、ちょっとね建物の名前忘れちゃいましたけど、拝殿に対して直角に、胸がなってますね。こちらもこの辺の彫刻見ると分かるんですけど、これも波です。これはね、ここ分かりますか。この波と唐草模様の間が離れてるんでね、これはもしかして江戸時代前期の作かもしれません。もう一度ね、ここですよ、これです。でここにもこれ波が渦巻いております。ウサギが見えるといいんだけど、これ見えますね。ウサギかな、やっぱこれウサギですか。あ、鳥ですね。これは鳥でしたね。さあウサギはいるか。最近東山、東山、東山というのかな、もあの鹿島神宮の宮司をやってる方の鹿島神宮という本を読んでおりますが、ここにね、万字がありますね。万字です。万字はなぜ神社にもあるのかと、まあ一般的な解釈をすれば神仏混交だからと言うんですけれど、水戸領においてそれは江戸時代ないんですね。あの神仏をきちんと分けたというのは水戸領の特徴であります。それなのになぜ万字があるのかというところをしっかりと考えてみたいと思いますね。皆さん、これは鹿かな、ちょっとわからないなかなか小さいんですけど立派なお宮さんです。あ、でもね、あ、この辺ね、これなかなかこれ作りが珍しいですよね。天の起点というか、
網になってて、これここですね、ネズミが入りやすいとか思うんだけど、空気がこもらなくていいと思います。さっきちょっとこっちに気になるものがあったのでもう一度戻ります。鹿島の語源が、佐賀県の木島にあると。川崎真嗣さんとい う, なんだろう、古代シュメールの言葉を得意とする人が言っておりまして、鹿島の語源はギシュマグルグルだと。でギシュマグルグルっていうのは何かといえば箱舟という意味だと。要するに簡単に言えば野賀の箱舟のことになるんですけど、だから至る所に波の彫刻があるのがよくわかるということになります。そう気になったのはね、ここのね、ここの丘なんだけど、もしかして古墳の可能性はなきにしもあらずです。こんな形でここの神社は終わりにしたいと思います。もう鹿島神社だけでもねたくさんあるので、楽しいですね。だけどここがね、打ち曽木の地にだということは今までちょっと記憶に残ってなかったので、ちょっとした考察がね、慎重な考察が必要になります。ここの地域、頭では鹿島の神の奥さんが祀られてるんだろうと思われますが、また周りの伝承とかいろいろ聞きながら、推定していきたいと思います。それではまた別な神社でお会いしましょう。